皆さんこちらもうあったかいですねもう春というかもう夏みたいな朝晩ぐらいですかちょっとあちょっとなんかちょっと肌寒いのうんうんって思うのほとんどが夏あと残りは夏夏夏夏みたいな夏になるとねねもうやっぱり冷たいものが食べたくなるんですよでもねよくいつもねこう登場する暑いですねこうあのど根性ガエルってあったじゃないですかど根性ガエルカエルがここについてるやつ あんな感じでこう,こうやってこうへこうきてはいはいねどこじょ置かるのようにここにほらわかんないですかほらほらここにこうほらユニクロさんにひょっと寄ったらあったので今日から発売らしいですまあやっぱりもう夏なんで半袖ですよ、まあ、やっぱりもうこんだけ暖かくなると半袖そしてやっぱり冷たいこれが食べたいはいパンダン これがね、あの、よくコンビニとかでも白熊売ってるじゃないですか。これの本家らしいんです。鹿児島名物。鹿児島の見てる皆さんは、ああ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 白熊やろみたいな。僕らは知ってるのは、こう、やっぱり関西とか、まあ、この和歌山で売ってるのは、あの、普通のあの、白熊って書いたとか、あの、白熊さんじゃないですか。あれがどこに、これとどう関係があって、どう違うのかよくわからないんですけども、鹿児島名物、氷白熊本家。 っっってていいいいうのが売ってたらやっぱり買わないといけなとけでしょ本家と言われたら一回買ってみて食べてみるべきでしょ白熊結構好きなんですよあのアイス今もこういうタイプとそれからあのこの棒アイスにもなってますよね白熊ねなのでこの白熊本家これ食べてみたいと思いますということであーペンこれすごいっすよねえこれすごいです,よ、ね、これす,ごいですおおこれもうやばいんじゃないかなそして欲しいのは 決してこれを曲げるわけではございません。それではいただきたいと思います。ほら。たっぷりなフルーツと。なんでしょうね。干しぶどうでしょうかね。かき氷と。いただきます。うん。うん。あのね、思ってるよりも、かっさり。中の方、なかなこの方練乳が。やっぱりね、中の方はこう練乳が。ちょっと。かかった。いつもの白ごまなんですけども。 本当にでも食べ応えありますよこんだけ多いとフルーツも上にいっぱいのってますしさすが本けど何のぐらいなんでしょうか美味しいですねこれは一回食べてしまえないですねうまっ、うん、我慢かかぶて3分の1ぐらいですでやっぱり下の方がねやっぱりすごい下の方が練乳なんですよで思ってるよりもカチカチにならない完璧なんですけども普通の白マよりもやっぱりちょっとお高いんです やっぱりちょっとこう値段がね合ってくるとまあい,いつでも買おうかっていう気にはならないですけどなんかちょっと特別な時にかき氷白熊ちゃう鹿児島名物氷白熊本家でございましたありがとうございました T シャツもねよろしくね